皆さんこんにちは、高橋明です。今回はフィッツパトリック選手のスイングを高橋塾スイング研究会の皆さんの分析をもとにお話ししたいと思います。彼は175センチという小柄なイギリスの選手で、飛距離は平均280ヤードとアメリカツアーではさほど飛ぶ選手ではないんですが、ヨーロピアンマスターズでの優勝があります。スイングの特徴は基本的にはタイガー打法なんですが、違うのはスイング速度が少し速い点です。これはワインディングという技術なんですが、上半身のねじり上げ、あるいはコルキングとも言われている巻き上げをマックスに取り入れている点、そしてクラブが波を打って降りてくるレイドオフ打法のような平行落としに近い動きを入れている点です。左サイドの釣り上げや右足の蹴りなどは控えめなんですが、体全体の弓状の張りや体重移動を活用し効率の良い回転をしている点も特徴の一つです。またインパクト前の腰の引きが大きいために、浮き上がりや起き上がりもなく、踏み込みの上下運動を最低限に抑え、ブランコ効果も抑え、体の負担を少なくしたスイングに仕上げているようです。怪我をしやすいタイガー打法の改良型、あるいはアレンジバージョンとして分類することができるかと思います。参考になりましたでしょうか。